妖怪ウォッチプニプニやっていこう。僕もおかげさまでラスボスがいると思われる妖魔界までやってこれたんだけど、ちょっとね問題が発生して、ここにいるザコキャラたちがねめっちゃ強いんだよ。ザコキャラとは思えないような力を発揮して僕のことをね全力で阻止してくるわけ。まあでも頑張ってね 2,3 時間でも3時間でも頑張ってプニプニやってれば先に進めるんだけど、これだとちょっと時間がかかりすぎるんで、ちょっとねどうしようかなと思った時にアカウントねもう一つ作ろうかなって思いました。残念ながらね僕が今メインでやってるアカウントの方は、まあ、課金しちゃったんですね課金してしまったんで、ちょっとそこが残念だっていう意見もねちょっとあったんで、今から作るアカウントはねもう完全無課金でやろうかなと思う。これね一番上の、三浦くんってやつ、まあ、全部三浦くんなんだけど、これがまあ課金をしてしまった残念な方の、アカウントで、これから作るアカウントに関してはねもう完全無課金でいこうかなと思ってる。怪しげなガシャがある。もういきなりこの妖怪ガシャのね回す展開なんだね。もう展開が唐突すぎる。回してみよっか、じゃあ回してみよっか。なんか風邪ひいてるわけじゃないのにすげえ喉いて喋りすぎた。あ、出てきた。うーしししし、私は妖怪執事のウィスパー、封印を解いてくれた俺にあなた様の執事となりましょう。懐かしいこの展開。もう1週間前にやったばっかしだけど懐かしい。あなた様のことを教えてください。これさ、結局一番最初のアカウントを作るときにこれどうしようか迷ったけどあれだよね、このアイコンさ、そのうち好きに変えられるから、もうこれ何だっていいよね。名前に関してはどうしようか。あー喉痛い、喉痛いよ。もう風邪ひいてるわけじゃないってねさっき言ったんだけど、じゃあどうしようかな。名前は重要だよ。2つのアカウントを同時進行でやっていくから分かりやすいよね。やろうか。じゃあねじゃあ無課金三浦でいこうかな。なんか非課金三浦になっちゃって、非課金みたいな感じになっちゃってるけど、無課金三浦でいこう。決定。無課金三浦くん気に入りましたよ。何に気に入ってくれたんだろう。無課金ってやつに気に入ってくれたのかな。とても素敵なお名前なので無課金三浦くんにいいものをあげましょう。妖怪ウォッチを手に入れた。名前で気に入ってくれたんだ。妖怪ウォッチを使うと妖怪を見ることができるのです。早速この辺りを妖怪ウォッチで見てみましょう。これ前々から疑問に思っていたんだけど、なんでウィスパーは妖怪ウォッチをね使わないでも見ることができるんだろうね。妖怪じゃないのかな。無課金三浦くんは、これずっと無課金三浦くんって言わなきゃいけないんだな。妖怪ウォッチを使ってみた。一瞬妖怪が見えたがどこかに行ってしまった。住宅地の方へ逃げていったので追いかけましょう。ああなるほどね。あそこにさっき逃げていった赤い猫の妖怪プニがいますね。ああそうそう、あのプニ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 したのは妖怪プニというんです。今ちょっと喋りづらかった、噛みそうになった。赤い猫の妖怪プニのところまで行ってみましょう。むむ、この辺りから妖気を感じますよ。妖怪王子を使って調べてみるのでウィス。調べてみようか。やっぱりいましたよ。寝ているところを起こされて怒っているようですね。ここを突破しないと先に進めないようです。無課金三浦くん戦いましょう。こっちが悪いのに戦っちゃうんだ。でも戦うのに必要な妖怪プニを持っていないのですね。さっき拾ったこれをあげましょう。なんでそんなのがさ道端に普通に落ちてるんだろうね。すごい気になるわ。妖怪プニセットを手に入れた。さあこうして見ると結構いい妖怪が入ってたよね。リュウくんでしょ、シシマル、ノガッパ。まあ戦っていこうか。まず最初はチュートリアルかな。始まった。同じ妖怪プニをつなげてでっかくしたり、妖怪プニをタップして消すのが基本操作でウィス。説明はさすがにいいか。あー切なそうな顔すんなよウィスパー、ごめんね。じゃあやっていこうか。やべえ、めっちゃ気持ちいい。いやー今までね時間に追われて妖怪ウォッチプニプニやってたからすげえ気持ちいい。向こう全然攻撃してこないし。これで倒せた。あ、結構硬いんだね。倒せないや。
さあ、じゃあこれでちょっと決めようかな。多分こんぐらいで大丈夫だと思うんだけど。フィニッシュいった。クリアでウィッス。すごいですね。星をゲットしましたね。星は各ステージに設定された条件を達成するともらえますよ。星の条件はタップすると確認できるんです。これをね、確か500集めるとなんと虫歯伯爵が手に入るんだけど、ラスボスのね、うーんのとこまでは確か183ステージしかないから、ほとんど星さんをね、ほとんどのステージを星さんにしていかないと虫歯伯爵手に入んないんだよね。結構厳しいその条件。ちょっとガンガンやっていこうかな。あ、ごめん、そうバッテリーがないんだよ。あと 10%、 もう一瞬で終わらせる。もう 10% 切る前にね、終わらせるから大丈夫。無課金三浦くん、次は敵の攻撃。これはね、まあカウントがゼロになったら攻撃してくるってね、もう分かりきったことなんで、もう飛ばしました。はい。それよりね、僕の iPhone が電池切れ起こしそうなのがちょっと気になるな。ね、結構新しめのね iPhone なんだけどな。っていうか iPhone6 だし、買ったばっかしなんだけど、結構ね電池がなくなっちゃうんだよな。さ、まあこんなもんすかね。さっきめっちゃつなぎやすかったのに。まあ多分ね、この動画を見てる人は、気づいてる人はね、気づいてると思うけど、僕ね正直パズル系のねゲームって苦手なんですよ。苦手。この一瞬で考えてね、一瞬で動かすみたいな、多分そういう系統が結構苦手なんだと思うんだな。よし、倒した。経験値とお金どんぐらいもらえるのかな、今の段階で。フィーバー解放どんぐらい。経験値164。あ、結構もらえるんだね。妖魔界の雑魚キャラを倒して確かね500ぐらいなんで、それを考えると結構もらえるよね。あ、まあ妖魔界の雑魚キャラたちがね、まあケチなんだろうな。お金に関してはほんとたまんねえな。32倍か。32倍ね、もう何にもできないよ。さあ、じゃあ次は3番。嬉しいことに最初3000Y を持った状態でスタートしてるんで、妖怪ガシャ1回引けるんだね。うん、フィーバーが解放されたみたいだね。じゃあちょっとフィーバーをね起こしていこうか。フィーバーを起こすには、まあこのプニをねどんどんでかくしていかないと起こらないので、でちょっとね大きくしていこうか。これで、あー、ちょっと繋がんないな、これ。こうか。今ですね、僕ゆっくりやっております。相手が結構弱いんでゆっくりやって、もういいや、壊すか。さあ、なかなかフィーバーって来ない。あ、来たね、フィーバー。さあ、これで倒せたかな。どうだ、倒した。これでチュートリアル終わりかな、さすがに。早く妖怪ガシャ回したい。で、今チョコボを手に入った。なんていう偶然。これからジバニャンって戦うときにね、チョコボが偶然手に入ったぞ。ですね、どうしようかな。今郵便が9溜まってんだけど、なんだろうな。ちょっと今友達一人もいない状態なんだけど、郵便が9も溜まってる。なんだろう、ちょっと確認したいな。さあ、お次はジバニャンだよ。いや、やっぱジバニャン可愛いね。いいえ、倒していこうか。これは、うん、ジバニャンの好物をあげてくださいっていうねことだよね。一発で仲間になってくれるといいけどな。そういえば一番最初のねアカウントでやってた時は、もうジバニャンはねラスボスまで使っていくみたいなね、ちょっと無責任なこと言ってたけど、 S ランクの妖怪がね手に入ったらもう早々に外してしまった。そういえば、いやー、でも今考えてみたら D ランクのねジバニャンをラスボスまで使うのって結構大変なんじゃないかな。
ね、このゲームねランクが全てみたいなところがあるからね、ちょっと厳しいかさすがに。じゃあ今回もジバニャを仲間にしても、まあなんかのタイミングで外しちゃうんだろうなきっと。さあこんなもんかな。あ、フィーバー来た。え、多分フィーバー来なくても倒せる。あ、もう倒せたなこれは。どうだどうだ、フィニッシュ、決まった。仲間になってくれるか。お、来た。いいね、ジバニャン来てくれたよ。ジバニャンがゲットできたから誰かを外さないといけないよね。誰外そっか。正直誰外してもいいような感じするけどな。いやでもね、座敷わらしは唯一回復できるやつだから絶対外せないんだよね。友達になってくれましたね。この調子で友達妖怪を増やしていきましょう。そういえばジバニャンはね、レジェンド妖怪ブシニャンの解放に必要な妖怪だったんだよね。俺っちが妖怪を代表して妖怪プニョ入れ替えをするにゃん。あ、これから、え、ジバニャンと友達になったおかげでメニューに妖怪プニが追加されましたよ。早速使ってみましょう。あ、早速妖怪を入れ替えろってことだね。じゃあ入れ替えしよっか。そうそう、ここでは手持ちの妖怪の確認とパズルで使う妖怪の入れ替えができるんです。ジバニャンをパズルで使う妖怪に入れてみましょう。ジバニャンをタッチして上の方へ持っていくのです。なるほどね。なんか赤なめの方を指してるけどさ、他の妖怪じゃダメなのかな。いや俺はどっちかというと こいつを外したいんだけど。あれ、あ、ダメだ、拒否されてる。赤なめじゃないといけないのか。そうなの。同じ種族の妖怪がセットされて種族効果がつきましたね。種族効果で妖怪がパワーアップするので、同じくらいの強さの妖怪であれば種族を揃える方がいいですよということな。あー、なるほど。まあ獅子丸も多分ね、レベルを上げていけば満王獅子になってくれると、ね、多分思うんで、まあ赤なめかな、外すとしたら。やっぱりトホホギス、今日はこれをやっておしまいにしようかな。相変わらずこずさ、喋りづらいね、トホホギス。ネガティブ運も来た。無課金三浦くん、最後に必殺技について、あ、まだあったんだね、チュートリアル。じゃ必殺、わー、今回もすげえ気持ちいい。何この、うわ、すげえ気持ちいいんだけど。さあ、じゃあね、ちょっと技、必殺技使っていこうか。え、技止まった。たまんの早いな、もう。フィーバーも来た。なんだろう、俺もうちょっとね、この妖怪ウォッチプにゆっくりした感じでやりたいんだけどさ、なんかすごく世話しないんだよね。早くやらなきゃ、早くやらなきゃみたいな。お、ネガティブ運がゲットできたよ。まあ今日はとりあえずこれでいいかな。まあということで、最初の方にも言いましたけど、あれですね、このアカウントに関しては無課金で、完全無課金でやっていきたいなと思います。むむ、小学校の方に強い妖気を感じますよ。これはきっとボス的な妖怪に違いありません。ボスにたどり着く間に妖怪をどんどん友達にしていきましょう。なるほど。まあ次回はボス戦にはまだ行かないだろうな。はい、それじゃあここでおしまいにしようかなと思いますけど、その前に郵便9玉ってのは何なんだろうな。ん？なんだこれ。もしかしてこれトパニャンとか受け取れるような感じ。あー、来たー。お金課金してないんだけどトパニャンをゲットできるっていう。あー、なんとなく理由は分かったけど、あれだ、同じ携帯で一つのアカウントでも、課金しているアカウントがあれば無課金のアカウントでもゲットできるようになるんだね。どうしようか。まあさすがにね、この A ランクの宝石ニャンに関しては今の段階で受け取ってしまうと無課金だって宣言してる意味がないんで、受け取るのはちょっとやめとこうか。
あーしかし妖怪ガシャに関してはちょっと受け取っていきたいな。ね、ここら辺もちょっとこれもちょっと受け取っていきたいな。まあそのうちねちょっと受け取ってやっていこうかな。はい、ということで今回は、ここでおしまいにしたいと思います。